物々しいバリケード、人里離れた岐阜県の山の中に最近意地の悪い何者かが巧妙な罠を仕掛けました。美味しそうな餌に惹かれて親元を離れたのがそもそもの運の月。こんなからくりがあるとはつゆ知らず、ちょっとつ盲信したのが誤りでした。ことここに至っては座して沈黙を守るのみ。とはいえ、人間様のヒューマニズムを強く望んでやみません。2年前、神奈川県の丹沢で生け捕られた僕は牛の乳で育てられました。お隣のワン君とも今では大の仲良し。でも登山者を見るとやはりホームシックに駆られます。ここは東京の盛り場、新宿。都会生活は10年選手だが、僕たちには山へ帰る遺跡の自由はありません。やがて人もし頃になると店の主に誘われてナイトショー。親父からよくショーマンシップがないと叱られますが、それでも結構人気者。新春に送る僕たちの話題でした。